パラマウントスタジオで行われた、エイズウォーク LA で演説する、トム・ブラッドリー・ダグラス・ワイルダー・バラク・オバマ・ブラッドリー、効果は、選挙において、非白人候補者の得票率が、世論調査を下回るとされる説である。1982年のカリフォルニア州知事選挙で、黒人の元ロサンゼルス市長、トム・ブラッドリーが、白人の共和党候補、ジョージ・リューク・メジアンと争った。 事前に行われた世論調査ではブラッドリーが圧倒的有利な状態で、ほとんどのメディアはブラッドリーの勝利を予想し、サンフランシスコクロニクルはブラッドリーウィンプロジェクテッドの見出しを掲げた。しかし、いざ選挙当日になってみると、それまでブラッドリーを支持していた白人有権者がデュークメジアンに投票し、多くの票がデュークメジアンに流れた結果、 当選確実と言われていたブラッドリーは破れてしまった。これは白人に投票するという意見の表明自体が調査者に人種差別主義的イメージを持って返されるのを嫌った一部の人がブラッドリーに投票すると世論調査で答えた結果だと社会心理学的な解釈が行われている。多くの白人有権者が黒人候補者に投票すると言いながら 実際は、白人候補者に票を投じる投票行動を、政治学者は、ブラッドリー効果と名付けた。類似した、白人有権者の振る舞いは1989年、バージニア州知事選挙の黒人の民主党候補、ダグラス・ワイルダーと白人の共和党候補、マーシャル・コールマンの間でも起こっている。選挙はワイルダーが勝利し、 アフリカ系アメリカ人発の公選州知事となったのだが、ワイルダーの得票率は事前に行われた。世論調査とは大きく異なった。これを、ワイルダー効果という。一般的ではないが、リンキンズ効果も使われる。これは1989年のニューヨーク市長選挙で、白人候補であるルドルフ・ジュリアーニと争い、勝利したものの事前に行われた。 世論調査と異なり、金差となったデイビッド・ディンキンズに由来する。2008年アメリカ合衆国大統領選挙で、アフリカ系アメリカ人のバラク・オバマが出馬していることで、再び、ブラッドリー・効果が注目を浴びた。大統領予備選で、勝利確実とされていたニューハンプシャー州予備選で、ヒラリー・クリントンに敗れた際、ブラッドリー・効果ではないかと騒がれた。しかし、 2008年大統領選には、ブラッドリー効果はないとする意見もあった。ノースカロライナ州立大学のコブジョ教授は、世論調査が以前は、面接が主だったが、今は、匿名で済む電話や、インターネットなどに切り替わり、個人が特定される可能性が薄いことで、本音を言えるようになったと指摘している。また、バラック・オバマの妻であるミシェル・オバマは、ブラッドリー効果が、 今もあるのなら、夫は、党候補に指名されなかったはず。あれは、数十年前の話と、アメリカ社会が一定の成熟を遂げていると、指摘していた。加えて、オバマの選挙スタイルが、過去の黒人候補者のように黒人の権利擁護を、全面に主張するものではなく、白人にも受け入れられる普遍的なもので白人の、警戒感を解いているという見方もあった。 そして2008年11月4日に行われた本番のアメリカ大統領選挙では白人のジョン・マケイン候補の確定選挙人数173人に対しオバマは365人を獲得し圧勝。これにより黒人初のアメリカ大統領が誕生した。ABCD2008 年10月25日号熊本日日新聞内2008メートル大統領選。 よりハット日経ネット開票速報。2008年12月27日閲覧。スポニチ、オバマ氏勝利発の黒人大統領が誕生。2008年12月27日閲覧。ありがとうございます。